プラ吉の秘密基地フューン。皆さんどうですか、このヤザンゲーブル専用サック3、うん、あの小説版に出てきたヤザンゲーブルだ、あのオマンゲーブルじゃねえや、あのヤザンゲーブル専用サック3、うん、これあのプレ版でね、発売される前にね、作っちゃいましたね。小説だけに出てきたね、オマンゲーブルじゃねえや、ヤザンゲーブル専用機、うん、超かっこよくね、超かっこよくね、もうこれ高評価でしょ、うん、高評価これにつけつけなきゃね、それこそもうセックスの時にゴムもつけんよ、そりゃ今の若い子たちは。もうこれに高評価つけなきゃ何につけんのね、もう高評価でしょ。もう釣りにも行かず、もう一日ね漁に引き持って作ったんだから、もう高評価くんなきゃやんない、もう絶対やんない、もうやんないよ、もうポコチンしかいじんねえからな、もうやんないから、もう絶対やんないからね。動画をご覧の皆さん、こんにちは、プラキチです。あ、プラキチです。あ、プラキチです。はい、皆さんどうもこんにちは、プラキチです。皆さんというかね、もうカツケンさんぐらいなんだろうけど、出なかったの、あの例のあの何の需要もないさ、あの誰に対しても需要のないあのオープニング動画、すいません、消しました、ごめんなさい、撮ったんだけどね、消しちゃった。うん、いやー、やっちゃいましたね。いつものようにやったんすよ、うん、今日組むガンプロはこれやだーとかさ、で、なんだっけ、説明書が1枚とパンティが1枚で、パンティは何だっけ、誰なんだっけ、あのプルだかプル2のあったんだよな、確か。うん、あのくらいでさ、あのプルとプル2が戦って死んじゃうじゃないですか、あのプルの方がね、うん、だから確かプルのパンティが入ってた気がしたんだけど、あとなんだっけ、ハヤトが死んじゃう剣とかに触れたんだよね、あの自我予告の時にハヤトが死ぬことをさらっと言うんだけど、すげえ扱いが雑だったっていう話はねしたような気がするな。うん、まあ柔道のさ、自我予告でさ、ゲラカンのおっさんはザク3でコロニー落とそうとするし、ハヤトは死んじゃうしみたいな感じですの、すげえハヤトの扱いが雑だったことに関して、ね、あの結構物申した感じの動画をね撮ってあったんだけど、消しちゃってね、いや申し訳ないですね。うん、まあというわけでもういきなり出来上がっちゃってるんだけど、うん、あこの色なんだけどね、あの今回これを使ってるんですよね。うん、キタンズブルーと、その何、ジャーマングレー、うん、でキタンズブルーの、パンキタンズブルーの1と2。まあ、この違いはわかると思うんだけど、このキタンズブルー1とジャーマングレーの色がね、全然見分けつかなくて、三色成形なんだけど、2と2しか見えないっていうね、時間の無駄でした、これ。うん、これ、塗ってて、あ、全然わかんねえやと思って。はい。まあ、そんなことないね、塗り合わせもめんどくせえから、もうこのままいっちゃいます。うん。で、最初はね、あの、痴漢だからんさん。もう痴漢が好きなんで、痴漢。うん。電車で痴漢だからんさん好きなんで、このね、グレーとホワイト、ホワイティングパンティのあの、サック3にしようと思ったんだけど、まあ、面白みが足んないと思って、来たんじから、というか、もしヤザンさんが、あのままダブルゼータに出続けていたらっていう、もしも話を考えた結果、彼は多分ね、あの、ザック3に乗って、まあ、こんなカラーリングにしたんじゃないかなと思って、塗りました。今回ね、あの、ヤザンゲーブル専用サック3。そういうことでね。それでは早速ね、各部と陰部を見ていきましょう。陰部を舐めていきましょう。誰か鳴らさせてくれ。はい、ところでね。まあ、正面は、ケンネケンジ。側面は、ケンネケンジ。背面は、ケンネケンジ。好きなアーティストは、カーラトモミっていうことだよね。皆さん、俺カーラトモミ大好きなんですよね。うん。もう、ともちゃんと呼ばせてください。うん。うん。はい、ってことだよね。気持ち悪い。おっさんだと思ってんだろ。なあ、そんなね、こんな動画を見てるお前も十分気持ち悪いよ。はい。ってことだよね。いかがですか、このカラーリング。悪くないっすね。うん。まあ、キタンズカラーいいよね、このマーク2のカラーリングね。うん。あー、攻めたなぁ。このジャーマンスブレックスグレーをな、ブラックにすればよかったな、ブラックパンキーにすればよかったな。うん、でもね、悲しいからね、俺の細かいこだわりなんてね、動画じゃね、伝わんないからね、絶対にね。うん。でもね、かっこいいでしょ、これ。やばいでしょ。まあ、ヤザン乗ったら最強じゃない、これ。ね。うん。ヤザンね、ほんと、ダブルゼータの前半ですげえ中途半端な体重してたよね。もっとね、活躍してもいいね。なんか、
ゲゼに乗っただけじゃん。ね。ゲゼ。うん。ゲノンと一緒にね、ゲゼに乗っただけっすよ。うん。あとはもうちょっと物語に絡んでくるかと思ったらね、そんなことなかったっすね。うん。いや、かっこいい。ほんとかっこいいっすね、これ。たまんないっすね。うん。いやね、ビームライフルなんだけど、原作でさ、原作とかアニメでさ、チカンさんがさ、使ってなかったんだよね。R ジャジャのビームライフルをさ。まあ基本的にこの機体はね、ノーオプションで、戦えるっていうのが売りだから、ここにさ、ビームキャノン、うん。これ、通称パンチラビームがあるんで、うん。別に口からもビーム砲を出せるしね。うん。いや、これなんかさ、UC のさ、バージョンだと隠しでやがったよね、ここにね。うん。まあ、そんな感じでね。いかがでしょうか。かっこいいよね。うん。ってわけだね。いや、でもさ、皆さん、ガンプラって作るのはめんどくさいよね。うん。こう言っちゃあれだけどね。うん。次何作ろうかな。まあ、こんなのが出てきたからね、この前。うん。アシマ出てきたから、こういうのもやろうかな。うん。で、まあ、ちょっと作りかけのが多すぎてね。うん、次はいよいよね。これ、作っちゃおうかな。ちゃんと。あとはね、合わせ目こすり消して塗るだけなんでね。うん。まあ、わかんないですね。何やるか。うん。ちょっと、そもそもミリタリー系もね、やってみたいしね。はい。そんな感じでね。サックス3のレビューでした。じゃあな。